コリン・ホークランド・グレーはイギリス空軍で活躍したニュージーランド人で第二次世界大戦中のエースパイロット。第二次大戦中のニュージーランド人パイロットとしてはトップ。最終階級は大佐。RAF 認識番号は41844。主君賞と空軍十字賞を受賞している。双子のケネスと共にニュージーランドのクライスト・チャーチで生まれる。 1938年、共にイギリス空軍に入隊したが、ケネスは爆撃機パイロットとして1940年5月1日、飛行中の事故で死亡している。1939年11月、スピットファイア・マッキー装備の第54飛行隊に配属。1940年5月25日、スピットファイア・マッキーに乗って、連合軍のダンケルク撤退を支援していた。 グレイショー少尉は、メッサーシミット BF-109 を1機撃墜するが、直後に被弾して機体に、大きな損傷を受ける。1940年7月13日には2機目の BF-109 を撃墜した。その後2ヶ月間にわたる、バトルオブブリテンでの激戦で14機を撃墜した。8月15日には、空軍十字章を受章している。一時期が43飛行隊に所属したものの、 1941年1月には元の部隊に指揮官として戻った。7月には第1飛行隊指揮官に任命、その1月後に第616飛行隊指揮官となる。1941年9月20日、17機撃墜の功績によって2回目の空軍十字章を受章した。1942年12月、中東で第81飛行隊を指揮。 5機の撃墜を追加して1943年5月13日に2回目の主君賞を受賞している。中佐に昇進後、イタリア侵攻のため第322航空団を率いた。そこでさらに5機を撃墜して3回目の空軍十字賞を受賞した。9月初旬にイギリスに帰国した。1945年にベティクックと結婚2何以上を設けた。 最終的なスコアは、27機撃墜、共同撃墜2機、不確実撃墜6機、不確実共同撃墜4機、撃破十12機であった。戦後も指揮官や参謀を務め、マラヤ非常事態にも従軍した。1961年、空軍大佐で退役した後、ニュージーランドに帰国した。1990年、自伝、スピットファイアパトロールを出版。 1995年8月1日にワイカナエで成去した。ありがとうございます。